こいつはな、自分の言うこと聞かん部員追い詰めて自殺未遂させたんや。自殺未遂よりちゃんやめろって、暴力はあかんって。そいつから突っかかってきたんやろが。ああ、スポーツ少年は暴力沙汰起こしたらあかんのやろ。自分で言ったとこやなかったんけ。こけさすだけで済ましてやったんは俺。座右の銘の銘に誠実のせいで名声、私立名声学園中学やって、中高一貫で運動部が結構強い学校らしいわ。関東の子らには有名私立の分布図って一般常識ないでの。こっちでは全然実感わかんの。選べるくらい学校ないし。ほや、終業式の後みんなで島で遊びに行くんやけど、一緒に行かんか。はい、島も誘ったら来るかな。おい、ハイジマ、家まで一緒に行こうな。ユーニー、まだお風呂入ってんのか。わ、分かってる、すぐ行くって。おい、ユーニー。お、ハイジマはやんのか。今日は休みやけど、ハイジマ。なら、お前でいいわ。これ。うけ、なんやこの割り振り。ハイジマに渡しとけ。しかし、春休みにこんなに練習する部、他になかったで。希望日あっさり全部通ってもたぞ。こんなに希望日出してたんやな。二コマ連続の日もあるし。春休み中、ずっと練習漬けやな。あのな、よりちゃんとはしばらく遊ばんようにするし、お前が心配してるようなことにはならんように気ぃつけるし、な、俺バレエ面白なってきた気するし、もうちょっとやってみたい。言っとくけど、よりちゃんからは何も聞いてえんし、調べたりもしてえんぞ。東京の連中がお前のことなんて言ってても俺には何も関係ない。なんで目の前にお前がいるのに遠くにいる奴の言うことを当てにせなあかんのや。親でお前の評価は俺が自分で決める。クロボ、ほんなら明日学校で。遊びしてたんはそっちやろ。今から部活か。おやけど。スポーツ少年頑張ってるね。また背伸びたんやない。え、ほけ179点、ちょうど。ほんとや、伸びてた。9.2でねんか、切り捨てんなよ。2.3 センチ差が埋まってね。確実に180いくな、こりゃ。お前膝とか痛くねえの。ちょい違和感あるくらいや。痛いんけ膝。痛い。がい、今年は7月26、27の2日間な。夏休み入ってすぐやな。負けたら遊べるっちゅうことやけど。まあもちろん出場するからには目標は勝ち進むことや。去年の日程を聞いたんやけど、1日目が1回戦と2回戦、2日目が準決勝と3位決定戦と決勝、上位3校が北信越大会に進出と。女子は予選あるんやけど、
男子はここ数年参加校が枠を追われてるそうでの。灰島がいたようなとこは学校数の桁が違うで。4つ勝てば優勝、最低でも3つ勝てば県大会突破。え、案外いける。まずは優勝するぞ。北信越大会も突破して全国に行く。なんでこいつはこんなに。のやつよ、惚れてまうわ。あ、先生、灰島知らんか。中に戻ったぞ。 A コートの第2試合がもうすぐ始まるでな。2回戦で当たるとこが決まる試合やで、見てくるって。なんも一人で行かんでも。灰島も気使ってお前らを休ませようと思ったんでないんか。しかしまあ、灰島が経験者なんは分かってたけど、あそこまでとは思わんかったわ。今本部寄ってきただけでもあの選手みんな2回戦もこの調子でな。変に気負わんと、まずは楽しもう。はい、あと2勝、あと2つ勝てば。アウト。ドマイ、サーブミスを気にせん。東京1点くれてやってもスパイクサーブがあるという。なんや、体がふわふわする。緊張してる。なんで。しっかりしろ、試合中やぞ。いつも通りにサーブを確実に入れて。って、あれ、いつもどっちの足から踏み出してた。どのタイミングでトスを。いつも通りってなんや。病院は手のひらに人でも書いて飲んどけ。もうちょいマシなアドバイスはないんけ。俺は緊張したことないから、プレーのことならいくらでも言えるけど。しゃあないわユニ、俺だって緊張してるし。ミスは気にせんでいこうや。おい、パイプ攻撃、おバックアタック。え、壁がなんや、俺ばっかり。ブロックが集中して。悪い。え、今のは仕方ない。まともに打てるのがお前しかいないって読まれてる。なるべく一枚に振るから落ち着いてブロックを見ろ。お前が抜けないレベルの相手じゃない。聞いてんのかよ。お、お、落ち着いてブロックを見る。なんで決まらんのや。ジャンプ力が落ちた、疲労が溜まった。体が重い、さっきまで軽かったのに。どうする、どうしたら、どうすれば。なんか言ってくれ、俺はどうしたら。割れてんかったのに。灰島先輩、鬼のような活躍でしたね。ほや、途中から灰島のプレーが変わったんや。数アタックを使い出して、それが読まれるとリバウンドに狙いを切り替えて。上げろ。の、おお。スパナバレーがあるんか。あいつ一体なんなんや。こんなん俺らコートにいる意味ないわ。
明日は活躍できるよう活入れてしっかり応援してやらんと。頑張れユニ。あ、リョウ、俺今日の試合の、もしかして事故に巻き込まれたとか。アホ、縁起でもないこと言うな。なになに、お見舞いに来てくれたんや。なんやそれ、元気やんか。何したんやお前。徹夜で作ったこの旗、自転車で体育館に持ってこうとしたらバランス崩してあぜ道に突っ込んで捻挫してもて。アホかお前、こんなでけ旗担いで自転車こいだらこけるに決まってるやろが。とバッタリ会っていとこが病院に運ばれたって。この通りピンピンしてるわ。いいから今すぐ試合会場に行きなさい。けどあと5分で始まるで間に合うわけないし、それに灰島がいれば、うん、おい足、男がごちゃごちゃ言い訳してんと、さっさと行け。急げっちゅうても、着くんは10時半過ぎるぞ。なあよりちゃん、昨日の夜部の奴らと電話してあいつの悪口言い合ってた。ほうか。灰島一人いれば試合に勝てる、俺なんかいらん。正直試合に出たなかった。よりちゃんと会っていとこの見舞いに行ったんも、これで試合に行けん言い訳ができたなとか、こういうこと考えてて。ほうか。結局負けた。嘘や、試合が始まってからまだ1時間しか。嘘やない、うちは準決勝で敗退、3位決定戦も辞退した。みんな解散してもう家に帰っとる。そんな、なんで灰島がいるんなら昨日みたいに。アホか。うちは確かに灰島ありきのチームやけど、灰島一人で勝てるわけないやろが。バレーボールには一人が2回続けてボールに触ったらあかんちゅうルールがあるんやぞ。また奇襲みたいなもんやって分かっててやったんやって言ってたぞ。今日はいくらなんでも通用せんやろって。けどお前が持ち直してくれさえしたら勝てるってそう言ってたわ。灰島が？ああいうやつやで。お前が縁でも平然とはしてたけど、第1セットの途中でやっちゃってたみたいやの。なんかおかしい気はしたんやけど、あいつ顔色一つ変えんのやもんな。お、灰島、どうやった？生きてるじゃねえか。灰島、俺お前の評価は分かった。もういい、終わりだ。自分の言うこと聞かん部員追い詰めて自殺未遂させたんや。お前の評価は俺が自分で決める。けどお前が持ち直してくれさえしたら勝てるって。これで終わり？終わりなんか？中学最後の大会、俺が終わらせてしまった。調子悪かったんは俺のせいで、すぐに諦めて勝って、なのに俺はガキみたいにふてくされて悪口なんて。もういい、終わりだ。終わりたくない、こんなところで。まだまだ灰島とバレーがしたい。